矢野幸はギフテッドとして知られるアメリカ合衆国の医学者。アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身。8歳までギフテッド専門の学校に通うが飛び級を許可されなかったため、勉強は母親がホームスクーリングをして補った。2000年に9歳にしてイリノイ州シカゴのロヨラ大学に入学。生物学を専攻し、スンマカムラウデーを得て卒業。 2003年13歳でシカゴ大学医学大学院に入学。2012年に終了した。終了後は同大学附属病院にて研修医として勤務する。13歳当時のインタビューでは医療関係の研究者や教授職に就きたいと語ったが、医学大学院生時代に病気で苦しむ子供たちと出会った経験からシカゴ大学医学大学院終了後は、 小児科への道に進んだ。ピアノの腕も高く、リサイタルを行っている。日系の父と韓国系の母を持つ。妹の矢野さゆりは、2006年9月に11歳で、シカゴのトリューマン大学に入学、13歳で同校を卒業した。ABC、偏見から守り続けた母の愛天才少年一家の、奇跡。日本経済新聞。 P1、2012年7月13日閲覧。ABC、偏見から守り続けた母の愛天才少年一家の奇跡。日本経済新聞。P2、2012年7月13日閲覧。新エリート主義天才少年、学も芸もあり。日本経済新聞。2012年7月13日閲覧。AB、 英名門医大院を最年少卒業イコール21歳の矢野幸さんシカゴ。時事通信。2012年7月13日閲覧。アメリカで輝いている人ボリューム11矢野幸くん。世界最年少の医学大学院生。アメリカ快適生活サポートお出かけ。US2006 年5月20日閲覧。偏見から守り続けた母の愛天才少年一家の奇跡。 日本経済新聞。P3。2012年7月13日閲覧。AB。9歳と10歳の子供を大学に入学させた天才兄弟が話題。米国。中央日報日本語版。2012年7月13日閲覧。10歳で、米大学入学天才少年。19歳で博士、取った。朝鮮日報。2009年9月13日閲覧。 ありがとうございます。